おじいとおばあと子供の話、おじいとおばあと子供の話、つい最近の出来事ですけども、まあ自粛してくださいとかね、コロナであと2週間頑張りましょうみたいな、そういう時期の話ですけども、録音自体もねあんま離れてないんで、つい最近ということになりますけども、川沿いをね買い物に行くためにこう自転車はこいたりとかして走ってたんですね。まあ、家からそんなに離れてないんですけども、まあちょっと離れてるところで、そこにね川沿いに人が結構出てるわけ。まあ散歩をする人とかね、うん、ジョギングをする人とか結構出てましたね。不要不急の外出はしないでくださいっていうふうに言われてる時でも、まあ散歩ぐらいはしないとね、運動ちょっとしないとまあ体調崩しちゃうとかねもありますんで、外のねつまりこの人から離れて散歩すること自体はそんなにねリスクないですよみたいな、そういう感じなんでみんな言ったんで、まあこの辺もちょっとうやむやにされてるような感じはあるんだけども、まだでも買い物でね出かけてもいいってことは散歩でも気をつけていけばいいということになると思うんだけども、私が川沿いをね走っていたら、おじいさんとおばあさんと孫みたいな子供、小学生ぐらいの子供ですねがこう川にいて、川っぺりのね土手みたいなところに座っておにぎりかなんか食べてんの、3人でね、おじいさんとおばあさんと小学生ぐらいの子供で、私はそれバーって見て、ああと思って、もう子供はね小学校とか今休校になってますから、だから家にいるわけだよね。で親がね例えば働いてる時とか出かけなきゃいけない時、どうしてもそれはおじいさんとかにおばあさん家に預けるとね、例えば夕方まで預かってくださいとかね、うんはあるわけですよね。じゃあ近所のね、川に行こうみたいな感じでおにぎり持って川に行くと、で3人でご飯食べるみたいな、それピクニックですね、要するにね、それをやっているんだろうなと思って、普段なら微笑ましいなって思ってたはずなんですね。親が忙しいから休校中のね子供をおじいちゃんおばあちゃん預けて、親がなんか仕事行くとか買い物行くとかね、うん、でおじいちゃんおばあちゃんはつまらなそうなんでね川沿い行っておにぎり食べに行こうみたいな、普段なら微笑ましいなっていうふうに思うんですが、私それ見てねちょっとこれ危なくないかなと思ってしまったわけですね。子供がね、まあ、コロナかかってもそんなに重症化してすぐ死ぬってことはそんなにはないと、まずないと、ね、だけど高齢者、おじいちゃんおばあちゃんにかかると重症化して死亡する確率もすごい高いと。だからもしこの子供、小学生がコロナだった場合ね、無症状で感染者だった場合、こう移っちゃうよねと。いくら外でもね、いくら川のね土手でもピタッとねこう密着して座ってますし、物を食べてますよねそこでね。でおにぎりも手渡しだろうし、手づかみだろうし、喋るだろうし、まあこれ密なんじゃないのみたいな、そういうふうなことをね感じながらそこをね通り抜けたわけです。ですからね、こう普段なら全く問題ないような日常の行為がね、こう感染症においては非常に危険な行為になってしまうという、でそれをねいち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 こう気をつけながらやらなきゃいけないってね。例えばね買い物、これもですね危険だと思うんですね。私は不特定多数の人がいるスーパーに入るわけだから、で他人が触ったかもしれないようなものを買って帰るわけだから、でレジでもねお話をするでしょうし、ですからね私はね買い物も当然危険はあると思うんだけど、でも買い物しないと食料がないですから、だからやらざるを得ないと、うん、というわけでね、まあなんていうんですかね、そのあたりですよね。
普段なら通常はね、買い物に行くなんて全くね、危険のないような行為もですね、途端にこうハイリスクになってしまうというね、そういうことなんですよね。あ、もちろんね、買い物から帰ってきて手をよく洗うとか、ね、なんか買ったものを洗うとかね、そういうことはあると思う、できると思うんだけども、そのおじいちゃんおばあちゃん、それをね理解してもらうのは難しいだろうし、ましてや小学生の子供親ってことですよね。子供にその感染症のこのちゃんと感染経路とかね、それをちゃんと知って自分でね、これ危険だ安全だっていう判断は難しいでしょうね、小学生だとまだね。うん、逆におじいちゃんおばあちゃんもこれまでずっとやってきたことなんで、孫とねピクニックに行くなんていうのことはね、だから思いついたらやっちゃうわけですよね。そういうことですね。